よし、テラリアマスターハードコア、全アイテムコンプ展示目指して続けていきましょう。24世ハードコアとマスターモードでいきましょう。はい、どうもテラニーです。前回で無事メカニカルボス編終了しました。で、今回はこのピックアックスが手に入ったんでクロロファイトが掘れるようになりました。なんで今日は栽培場を作ってみようかと思います。ちょっと規模が大きいんでね、図面から描いていきましょうか。この辺が拠点周りですね、の真下、はい、ここに、栽培場を建設しようかと思います。深さは地獄のちょっと上ですね。はい、で大きさが今回ちょっとでかくて、はい、701ブロックの円形で作っていきます。ちょっとこれいらないね。で、1ユニットが、5ブロック ×5 ブロックの25ブロックの泥で作っていきます。で、真ん中にクロロファイト1個置けば周りに増殖していくと。で、なんか脇条件みたいなのがあるみたいなんでよくわかんないですけど、33ブロック離しとけって書いてあったんでそれで作っていきましょう。で、そのユニットが、はい、全部で256ユニットで6400個のクロロファイトが取れる計算になります。まあ十分でしょうね。十分すぎるぐらいかもわかりませんね。まあ装飾もそれなりにはしていきましょう。湧き潰しもしなきゃか。これ大変だな。まあとりあえずこれくり抜いて外装作っちゃいましょうか。いや、手ごう。ならまずは外装からどんぐらいだ。こんなもんか。ぐるっと作っちゃいますか。よっしゃ、終わったー。どう？いやー、でか。これで701ブロックかの外装が終わりました。よし、じゃあこの円形の中全部くり抜いていきますか。壁も剥がなきゃいけないんで時間かかるね。いこう。いかがろうか。お、ヘルファイヤー。ヘルファイヤーはあった。ゴミだ。よし、全部くり抜きました。あとはこの背景壁をひっぺがしていきましょうか。クロロファイトウォーハンマーがあるんでね、これでザーッとやっちゃいましょうかね。ならやっていこうか。うわ、意外と遅いなこれ。時間かかるな。終わった。はい、うわー、綺麗ですね。さて、じゃあこのまま中作っていきますか。あー疲れた。この中を全部湧き潰しするには全部で39万枚の壁紙がいるということで、はい、買ってきました。ジャングルウォールですね。クロロファイトということで。でもう明かり入れるのめんどくさいんで、全部イルミナントでコーティングしていきます。なら、やっていきましょうか。よし、ほんなら、一気にやっていこうか。行こう。終わった。おお、すげえな。存在感抜群。録画時間だけ見ると壁張るだけで10時間ぐらいかかってますね。まあクロロファイトはエンドコンテンツまで使う素材ではあるんで、今苦労しとけば安心して収穫できるんでね。まあこれも今後のためということで。いやー疲れた。マジで疲れたわ。この時点でね、もう前の投稿から3週間は経ってると思うんで、こっからの作業はね、バーッと進めて、なるべく早く投稿できるようにしましょう。いつ投稿できるかな。
すいません、もう毎回投稿が遅くて。よし、次の作業入っていきましょう。クロロファイト栽培する場所を、当たりつけていきます。まあここは最終的に泥で隠れちゃうんで、まあ飾りの意味と収穫した後にもう一回再設置しやすいようにって感じですかね。はい、こんな感じで泥ブロックを置く予定の場所にやっていきます。定規出しで倍速すると血らついてあれなんでカットですかね。じゃあ作っていきます。はい、完成しました。あっという間でしたね。だいぶこれで施設感が出てきましたね。このマジックメカニカルルーラー、これがなかなか有能でしたね。こういう規則的な建設するときは普通のルーラーとメカニカルルーラーを併用すると効率上がりますね。よし、次だ。あとはここに泥を敷き詰めて、真ん中にクロロファイトと、これを256個やっていきましょう。しまった。これで施設としては完成ですね。もうこの辺とか育ち始めてますね。あー、いい感じいい感じ。はい、これでもう栽培所としては完成ですね。まあこれじゃちょっと味気ないんで装飾入れていきましょうか。で、装飾でですね、鉄ブロックとパラジウムブロックを使っていきたいんですけど、このワールドには鉄とここかな、パラジウムがないもんで、この砂利ブロックから生成していきたいと思います。鉄はこの中に投げ込めば入りますね。ただ上級鉱石は出ないので、こいつを、これだな、クロロファイトエクストラクティネーター、これアップデートで追加されたやつなんでね、使ったことないですよね。これでこいつに砂利を入れると、おお、早っ、早い、お、いいね、パラジウムも入りますね。とりあえず1万個やってみるか。いきます、せーの、よいしょ。なかなかいいっすね、これ。別ワールド作って集めるよりも、まあ、砂利があんまり取れんか。まあ、今回はこれでパラジウムと鉄が入ったんで、お、せっかくやけん連れていこうか。ああ、これで全部鉱石が揃ったんですね。気持ちいい。なら、これで装飾していきましょうか。まずは、枠組み作って、ガラスに貼り替えて、これで窓完成で、ちょっとクロロファイトのエネルギー的なものを表現したいんで、エネルギーで包んで、こいつらをダクトでつないで、アクチュエーターで消して、ダクトにもエネルギーを注いでいくと、こんな感じかな。はい、これを装飾として、これをね、全体にやっていきましょうかね。うん、これあれだな、また倍速使うとガチャガチャなりそうなんでカットしましょうか。なんで次のカットでクロロファイト栽培場完成となるはずでございます。ちょっと根気作業になる気もしますが、最後まで装飾して完成としましょう。では完成までカットで、よーし、完成しました。マジでやべえ。早く投稿しなくちゃ。ですね、全体像はこんな感じ。いい感じにまとまりましたね。最初はね、こうエネルギーをこう張り巡らそうとしてたんですけど、ちょっとね、ぐちゃぐちゃになったんでもうやめました。まあとにかくクロロファイト栽培場完成です。ちょっと全体で写真撮ってみますかね。 OK、 はい、チーズと、ほー、うん、いいんじゃないですか。これでクロロファイトが安定して収穫できるようになりましたね。一番育ちの良さそうなこの列で計測してみますか。今クロロファイトはゼロっすね。さあ、何個取れるかやってみましょう。よいしょ。なんとなく2列収穫して232個、まあ大体1列100個ですね。なんでがっつり収穫すれば1000個前後になるのかな。今で3、4分でいけたんで結構効率いいんじゃないかと。ただね、こんな感じでムラがあるんで、なんで育たんのかなこれ。まあ育ちのいいやつを選んでこんな感じで収穫するのがいいかな、欲しい時にね。ちょっと分かりやすく300個にして、インゴット換算で60個。で、これを弾丸にしたとして、4200個分って感じですね。まあ、ガンガン使っても大丈夫な量ですね。ってことで、クロロファイト栽培場、2ヶ月ほどかかりましたが、完成です。すいませんでした。今日は展示パートやりません。
あのね、展示したいものはね、こんだけあるんですよ。あのちょっとね、投稿したい。これやってたらね、まあまたね、ってことで次回まとめて展示したいと思いますんで、一応収集率だけ出しておきますね。次回はですね、プランテラですね。このバトルフィールド使ってプランテラ潰していこうかと思っております。いやー、こんなに時間がかかるとは思ってませんでした。まあ春ってことで、まあリアルでもいろいろあってね、テラリアできなかったってのもありますけど、いやすいません、次回はボス戦なんでサクッと投稿できるんではないかと思ってますんで、次回もまたよろしくお願いします。それでは、次回プランテラ戦でお会いしましょう。ありがとうございました。